そうやってフランチャイズで成功する秘密は何ですか、秘訣か。とにかくもううち本店、本店と同じもの、同じサービスっていうのを徹底してくれてる。焼肉屋で大体どれぐらい？焼肉屋だけで昔はもう年商ぐらいでした。でそこでですね、今日はですね、いろんなことをやってらっしゃるタムケンさんに、はい、副業年商ランキング。ほう。金。いや金、いや金の話。大好きでしょ。大好きですよ。大好きですね。いやもう金のこと嫌いっていうやつが嫌いです。そうでしょ。手広く親になってるから、はい、正直ちょっと最近タムケンが何をやってるか僕理解できてないですよ。焼肉屋は覚えてます。焼肉屋ね、副業の原点ですから、ね、でカレーとかもいろいろありますけど、はいはい、ちょっと教えてくれます、どんなの親になってるか、はい、今やってるのは、はい、こんだけかな。焼肉や中華料理や車やチーズケーキ通販、シャワーヘッド販売、ほんで、まあ、コロコロっていうレストラン、うん、で FC 事業、まあ、あの焼肉屋のフランチャイズ事業、はい、ほんで、まあ、あのさっき言っていたレトルトカレーとかの通販。今回なんですけども、うん、改めてこの、まあ、いろんな事業を展開されている田村健さんの、まあ、年商トップ3の事業をちょっと井上浩さんに予想して当てていただきたい。予想ですか、はい、ちょっとあの3つ予想する。この中でね、この中で、でもね、今通販でかい気がするんだよ。でもね、この中華料理、ね、ここね、美味しかったところをね、なんかね、買い取ったのかね、なんか、今ね、大阪のテレビ局の弁当あるじゃないですか、はい、控え室の弁当、はい、これ全部ここのね、弁当なんですよ。これね、めちゃくちゃうまいんですよ、ここの弁当。いや、うまいですよ、僕も何でも食ってますよ。でしょ。いや、本当にうまいから、麻婆豆腐もうまいしね、はい、チンジャーロース、チンジャーロースもうまい、はい、ただあのテレビ局に田村健二は出演しなくても弁当はもうそうそうそう、レギュラーレギュラーレギュラーなんですよ。なんなんですかあれは。今日も上沼さんの番組の中で行ったら、もううちの弁当あって、めっちゃ嬉しかったです。そう、はい、でもね、これシャワーヘッドをね、うん、テレビで CM やったら見るじゃないですか。そうです、見られるね。でもね、1番が僕は通販で、うん、2番は意外にね、車屋。これ車はね、うん、単価が高い、もうどんどんええ車に乗っていくしね。それで3つ目はね、僕焼肉屋じゃなくてフランチャイズだと思うんですよ、うん、これはね、いつの間にか日本全国、昔のあの若乃花さんのちゃんこ屋の波にね、ありましたね、あったでしょ、 あんな感じするんですよ。だから1番が通販、2番が車屋、3番がフランチャイズ事業。まず3位お願いします。はい、3位はシャワーヘッドです。いやー、ミラブルは本当に物がいいんで売れます。ボディシャンプーとか髪のシャンプーいらないってやつね、はい、そうです。シャワーヘッドがなかったら、もしかしたら僕このコロナ禍、うん、乗り越えてないかもしれんぐらい助けられました、これは。いやー、でもこの中でもシャワーはね、皆さんやっぱりほんで、まあちょっとほらお金使わなくなったじゃない、ね、おうちね、時間が長くなったんで、だからそこで快適なものを購入しようと思われたのか、結構コロナ禍でも売れましたね。じゃあ2位は、2位はですね、惜しかったですね、FC 事業、フランチャイズ事業ですね。フランチャイズ事業、はい、これは今全国で福井、金沢、福岡、大分、熊本があって、うん、福岡は2店舗あるんで、うん、それだけでもまあ7店舗、6店舗、7店舗か。いや、だからね、僕福岡出身地だから、はい、ある程度分かる、福岡にもそれなりに焼肉ってあるんですよ。なところに入っていって、そうやってフランチャイズで成功する秘密は何なんですか、秘訣か。とにかくもううち本店、うん、本店と同じもの、同じサービスっていうのを徹底してくれてる、うん、そこをフランチャイズの皆さんがすごく守ってくれてるので、それが大きいんかなと思いますね。まあその教育ですよね。はい、じゃあ1位は、1位はね、やっぱ後藤さん焼肉屋なんですよ。え、まあ、ここはね、やっぱ不動ですよね。焼肉屋さん、焼肉屋さんはこのコロナ禍も大変ですよ、うん、大変でしたけど、なんか換気が効いてるっていうイメージがあったりとか、うん、落ち込みましたけど、ちょっと回復も早かったりとか、常連さんに支えられて本当ありがたいですね。いやいや、まあ、僕も何度も行きましたけど、はい、もう最近予約が取れないお店だからそんなことないですよ。いやでもね、美味しい、
美味しいと思う。そうなんですよ。だからね、まあ、お笑い芸人がやってる焼肉屋、まあ、昔で言ったらタレントショップみたいな風には僕は思われたくなかったので、うん、だからもう肉はやっぱりいいもの揃えろって言ってるんで、うん、だから食べに来たら多分ね、皆さんちょっとやっぱり舐めてくるというか、それぐらいでいいんですよ。舐めてきてください。ほんで、意外とうまいやんってなってるんやと思います。細かいこと聞くようだけど、これ焼肉屋で大体どれぐらいの金額だったの？細かいこと聞くようやけど、いやいや、ごめんなさい、僕が YouTube やってる意味ってそういう意味やから。今はあれですけど、小田さん、まあ、焼肉屋だけで昔はもう年収6億ぐらいでした。これはえげつながら、もう一番の時です。一番の時です。ちょっと、つかぬこと聞くよ、もう一回。その6億年収焼肉屋だけで会った時に、うん、芸人ではどれくらいあった年収。10なんじゃないでしょう、ね、年収ですよ、年収ですよね。1500万ぐらいじゃないですか。もらってたんですか。13年前でしょ。今で48でしょ。今48で13、35。だから35ぐらいからちょっといろいろ出させてもらえるようになったんですよ。まあレギュラー多いもんね。そう、改めて井上さん、この今、まあ、年商といろいろ聞きまして、いや、もうすごいなと思いますけど、サイドビジネスというより僕は、まあ、ある意味本業だとも思うんですけど、商売の秘訣、田村健二流商売の一番ここは大切っていう、そこだけ教えてください。それ郷田さん、何、真面目に言った方がいいの？あの、ごめんなさい、あの、どっち、面白いこと言っても滑るから真面目に言ってください。僕がほんまに言ってるのは、ウィンウィンウィン、うん、でこのウィンが多いほど儲かると思ってるんで、うん、自分だけ儲けないようにしてます。僕偉いなと思うのは、はい、芸人さんの後輩とかをね、はい、もう芸人さん辞めた人をそれなりのポジションで使ってるじゃないですか。そうです。だから僕が今作ってる会社は芸人が辞めた後の受け皿になったらいいなと思ってます、うん、だからそういう会社にしようと思って今頑張って大きくしようとしてます。わかりました、ありがとうございます、はい。